マラヤ連合は、英領マラヤと海峡植民地による連合を。イギリスの直轄支配下に置かれた。1946年4月1日に発足。1948年よりマラヤ連邦へと移行した。マラヤ連合の構想は、第二次世界大戦中の1943年にイギリスが作成していた。この構想では、華人中心のシンガポールを、 村友人地域から分離させ、イギリスの海軍拠点とする戦略が示されていた。また、この構想では、各州のスルタンの権限を制限し、民族の最なく市民権を与えることになった。そのため、第二次世界大戦終結後の1945年10月に、この構想が示されると、村友人の反発が引き起こされた。1946年4月1日、 マラヤ連合は発足した。首都はクアラルンプールに置かれた。マラヤ連合の市民権は民族の区別なく平等に与えられ、市民権付与の条件としては出生地主義の原則が取られた。スルタンの権限は縮小され、イギリスによる統制が強まった。しかし、村友人の強い反発から、1948年にスルタンの権限を回復させ、 マラヤ連邦への移行を余儀なくされた。マラヤ連邦では、カジンの市民権獲得は困難になった。ありがとうございます。